はい、どうも、しょしょ、というわけでね、今回はですね、クランアイコン制作講座その1、ロゴを作っていきたいなと思います。サイズはですね、2000×2000 でやっていきたいと思います。そしてね、新プレイヤーの追加を押していきます。で、ちょっと待って、これね、あれなんですよね、アフレコなんですよ、ちょっと。さっきね、録画してたんですけど、ちょっと音声が、ね、取れてなくて、今、後でね、声を捨ててるっていう感じですね。で、今回なんですけど、S っていう文字を、ロゴにね、していきたいと思うんですけど、そう、さっき一瞬ね、S ってね、手書きで書いてたと思うんですけど、ちょっとね、難しい。ちょっと難しいんですよ、あれだと。なんでね、こうやってね、フォントで S っていう文字をね、見つけて、いい感じの S っていうフォントを見つけて、そこから、まあ、手書きで何かね、足してって、いい感じのロゴにね、していくっていう方が、まあ、やりやすいかなと思います。なんでね、今フォントをね、探してるわけなんですけど、今回はね、これでね、やっていきたいと思います。そしたら、上にね、新規レイヤーを追加して、それを結合します。そしたら、この S っていうね、文字をね、好きにね、動かせるんですよ。こうやって大きくしたらね、まあ、その、新規レイヤーを結合しないと、なんか、その、文字レイヤーっていう感じで動かせないんですよね、なんか。なんで、ここでね、新規レイヤーを追加して、結合するっていう感じですね。そしたらここにね、足していくんですけど、この上のね、指先マークで、この描画ツールっていうところをオンにします。オンにして、その直線っていうね、やつがあるんで、それをね、使っていきたいと思います。はい。ちょっとね、今、朝一なんでね、滑舌がね、全然、滑舌が回んないんでね、ちょっと厳しいんですけどね、はい、ちょっと解説していこうと思います。はい。で、こんな感じで、この、なんだろう、S の端っこのね、線に沿って、直線をまっすぐ伸ばしていきますと、こんな感じでね、やっていきますと。はい。で、もう一個は、まあなんか、なんだろうな、今回のそのロゴの、あれ、モチーフは、まあ S なんですけど、なんだろう、まあ S、そう、S のこのね、端っこをね、尖らせた感じにね、しようかなと思ったんですよ。なんかね、急にね、思いついたんで、はい、撮っていますと。はい。で、このね、先っちょの方を削って、ね、こう、そうそうそう、こう。こうしていきます。滑らかにね、していくといい感じになるかなと思います。はい。ここはね、まあフリーハンドなんでね、ちょっとグネってなっちゃったりもするんですけど、まあいい感じに時間をかけてね、やっていきます。はい。で、このいらないところは消して、次ね、ここをね、塗りつぶしていきたいと思います。で、塗りつぶすときなんですけど、これにちょっとね、なんか、あれなんですよ、塗りつぶし機能っていうのがあるんですけど、なんかそれだと隙間が出ちゃったりするんで、まあここは手書きで書いていった方が、まあ綺麗に仕上がるのかなと思います。隙間が出たりするとね、後々作品にするときにね、だいぶもうほんと致命傷なんでね、しっかり手書きでやるといいかなと思います。はい。こんな感じですね。そしたらね、下もやっていくんですけど、今回ちょっとね、なんか謎にね、この解説動画出すって言ってるのに、ちょっと荒技に出て、このなんか S っていう文字、なんか左右対称じゃないですか。上下逆さまにしても、このあのラノベのフォントだとなんか同じなんですね。ほぼ同じなんで、上下左右して、なんで、こんな感じでやっていきたいと思います。で、下のレイヤーをね、ちょっと薄くして、で、見やすいようにしてます。で、これでね、ぴったりとね、重ねて、まあ、ちょっと合わないんですけど、まあ、端っこはね、合えば、あ、ぴったり合うな。ぴったり合いますね、今回。なんで、ここでね、合わせて、まあ、楽にできますよと。別にこうやんなくても、まあ、できるんですけど、これをね、やったら、まあ、今回は、この S という文字に限っては、まあ、ぴったりね、同じ感じでできるんで、やりましたと。まあ、本当はね、あれ、もう、こんな荒技しなくていいんですけど、はい。というわけでね、次ね、はい、このフレームっていうとこからね、なんだ、そう、フレームをね、出していきます。そうするとね、中心とか捉えやすくなるんで、これで中心に置いていきます。はい。で、次は、このね、S っていう文字だけだとなんかロゴとしてちょっと物足りないんで、なんだろうな、ロゴって、その、周りにね、なんか丸い感じの枠みたいなやつが、あることが多いんですね。なんでね、それをね、付け足していきます。で、この今、線ってね、書いたんですけど、それはね、ちょっと、レイヤーがね、ちょっといろいろあるとね、分かりづらいんで、分かりやすくするために、レイヤーの名前を変えました。レイヤーっていうのは、その、なんだろう、今、いろいろね、S って書いてある、なんだ、ところと、その線のフレームが書いてあるところ
そういうね、それぞれのところをねレイヤーって言います。ちょっと分かりづらいかな、分かりづらいかもしれないんですけど、まあやってればね分かると思います。はい、でこんな感じでね S っていう周りに、丸をね書いていきますと。はい、で、まあ、この時はですねちょっと今ね塗りつぶし機能をね使っていきたいんですけど、こうやってねなんか周りに邪魔なものがあるとね塗りつぶしできないんですよね。なんで周りの邪魔なものはこのなんだ目印、目のマークを押して透明にしていきたいと思います。で透明にするとね塗りつぶし機能がねしっかりね、できるんで、はい、でこんなね簡単なでっかい、線とかだとね塗りつぶし機能ねしっかりやってくれるんで、まあいいかなと思います。さっきみたいに S のあのとんがってるところだとちょっとねちっちゃいんでねなんか隙間ができちゃったりするんですけど、まあ大きいところはねまあ大体はいい感じにできると思います。でこの S っていうこのとんがらした S のねとんがらしたところを消していきたいんで、蒸気ツールをねオンにして、削っていきますね。はい、でこんな感じで削っていって、で反対側もね、はい、ちょっとここ消して、反対側もこのなんだ S の黒いところに合わせて上下をね、合わせて、あ上下はこのね、真ん中のプラスじゃなくてその上と下にあるねなんか丸のところをね押すとなんかなんだろうな、あのサイズとかあと角度がね変えられるんで、そこでね、角度を変えていってください。でそしたら次下もね同じくやっていくんですけど、はい、まずここ、合わせていって、消していくと、はい、だいたい同じくらいのサイズにするんでね、まあ見ながら目分量でやっていきますね。はい、でまあ細かいところに消していってね、ちょっとでもね1本とか線残ったりするとね後々もう本当にねめんどくさいんで、ここでねしっかりやっていくことを、おすすめしますと。はい、でこっち側も黒い、S のところに合わせて消していきますと。はい、でまあこれでね大体はできたんですけど、この後なんだろうな、多分黒いね縁がねでかすぎたんで、ちょっと後でね消していくと思います。ちょっと今アフレコなんでね次の行動がねちょっと分かんないんですけど、はい、で、次なんだ、あこれでね、S っていう文字を消してこの残ってるところを消しますね。はい、そうしないと後々ね作品に響いてくるんで、しっかりねこういうところをやっていきますと。はい、で S を復活させ3も透明度をねマックスにして真っ黒にしますと。はい、で、あ、ちょっとこの説明で分かりづらかったらね、ちょっとゆっくり再生してもらうとね、なんか、自分がタップしてるところが白く光るんで、まあ、それでね、見ていってくれれば、まあ、多少分かりやすくなるのかなと思います。で、はい、白をね、あ、白じゃねえ、S の周りのね、黒いね、縁をね、ちょっとずつ消して、いい感じの太さにしていきますと。はい。こんな感じですね。ちょっとこれ細いかな。もうちょっとね、なんか、太い方がまあかっこいいっちゃかっこいいんですけど、あ太くしてる、太くした、はい、こんな感じですね。うん、こんくらいだとねちょうどいいかなと思います。はい、でまあだいたいこれでねもうできたんですね。もうだいたいってかもうこれでロゴは完成となります。はい、という感じでね、まあ今回どうだったかな、ちょっと解説に分かりづらかったかもしれないんですけど、まあこれからねどんどん動画出していくんでぜひ見ていってください。ということでね、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。